護衛艦出雲、加賀が入港可能なイメージ図を防衛省が発表をいち早くキャッチしたので、詳しく見ていきます。馬毛島の米軍機訓練移転と自衛隊基地に反対している中には、日本人ではない人がいませんか。しっかりと日本人の方向性を示していきましょう。中国人に操られるのはもうごめんだよ。鹿児島県の種子島から西方、屋久島からは、北東の海上に位置する馬毛島は、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際の艦載機の FCLP、陸上離着陸訓練の移転候補地として、手順に則った準備が進められている。アメリカ海軍の空母艦載機が実施する FCLP、陸上離着陸訓練は、艦載機の搭乗者が、航空母艦への離発着技能を維持するために必須の内容であり、現状は日本本土から遠い小笠原諸島の硫黄島で実施されている。現在、神奈川県の横須賀を母港とするアメリカ海軍の航空母艦はロナルド・レーガンだが、同艦の横須賀入港時に艦載機の飛行隊は山口県の岩国基地に駐機し、そこから王子、間に、移動し FCLP、陸上離着陸訓練を行っている。そのため、片道 1000km 以上の距離を FCLP、陸上離着陸訓練のために飛行しなくてはならない、時間的、肉体的なロスに加え、往復の燃料等の消費や、機体の消耗等が問題視され、日米両政府が移転先を模索していた。馬毛島の名が、この移転候補地に挙げられたのは、ちょうど、今から10年前の2011年であり、当時の日本の防衛大臣が、有力な候補地として、検討を進めていることを認め、同島を所有していた企業からの購入を目指す、方向だと報じられた。この馬毛島を所有していた企業は、それまでも、何度か、国の施設の設置場所として取り沙汰されてきた、と、島を、売却ではなく、賃借で国と契約する方向を志向しており、両者の思惑の違いもあり、交渉はスムーズには進まなかった。しかし、この馬毛島所有企業の経営環境の悪化や、それに伴う経営者一族のトラブルもある中、政治的には、FCLP、陸上離着陸訓練の移転先の有力な候補地として、日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2の文書に公式に表記される。こうして2011年6月には正式な国と所有企業との交渉が開始され、2、電3点の動きはあったものの、ようやく2019年11月におよそ160億円での売買が大筋で合意に達し、ここから本格的な FCLP 陸上離着陸訓練移転先となるに至った。この間にも馬毛島では、所有企業による森の伐採や滑走路補軸出来による開発が進められており、鹿児島県への届け入れを経て許可されたというが、2000年以後は生息している馬毛鹿の個体数が減少しているとの報告も出されている。また、行政上の区分で馬毛島を管轄する西の表市市長には、反対派の市長が2021年1月に、再選を果たし、前述の馬毛鹿の減少や自然保護を名目に、馬毛島への FCLP、陸上離着陸訓練移転は民意を反映していないと主張し続けている。2018年には、馬毛島はアメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練の移転先としてだけではなく、日本の航空、海上両自衛隊の基地を置く方針も打ち出され、日本の南西諸島防衛の新たな要としての役割も担うことが規定路線となった。日本政府や防衛省は、馬毛島に
こうしたアメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練への利用、及び航空、海上両自衛隊基地を設置することを前提として、同等に対して環境影響評価を行い、客観的な指標のもとに計画を推進しつつある。この馬毛島への環境影響評価の手法は、鹿児島県知事に提示されたが、同知事は、2021年7月29日に、この内容に対する52項目から、なる意見書を提出、港湾施設の概要や、航空機の訓練内容、その騒音の計測などを具体的に示すよう求めていた。個人的には、こうした鹿児島県知事の馬毛島の環境影響評価への対応は、反対派を、不備のない手続きの履行によって、沈静化させる、政治的な手法の一環だと思えるが、これに応える意味もあってか、防衛省が、新たな動きを見せた。2021年8月6日、防衛省は、馬毛島へのアメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練への利用、及び、航空、海上両自衛隊の基地設置についてのイメージ図を公表し、具体的に大まかな設備のレイアウトについて、現状のプランを提示したといえる。その馬毛島のイメージ図には、道東の東側の海岸線部分に、北から3本の簡易な桟橋が描かれており、その、さらに、南側の島の中央部分あたりに、防波堤や堤防を含む、大規模な港湾施設が見られ、同時に複数の艦艇の係留が可能と思われる。この簡易な桟橋は500メートルから700メートルほどの長さとされているが、大規模な港湾施設の方は東側の海上におよそ1300メートルほど突き出す形となっており、島の整備が完了すれば簡易な桟橋3本は撤去する見込みとされている。大規模な港湾施設は、海上自衛隊で最大の大きさを誇る護衛艦、出雲、加賀、の満載、排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートル、喫水 7.3 メートルが、係留可能な規模だと推測される規模感だ。これは、従来から表明されていたものだが、馬毛島の中央部には、西南方向に伸びるメインの滑走路が走り、それに沿って、東側に、航空機の、駐機スペースや格納庫、燃料貯蔵施設などが配置されており、逆の西側スペースには、訓練施設が見える。また、予備の滑走路は、メイン滑走路と北西の方向で一部交差して、北東から南西方向に配置されており、最大でも、海抜 71.7 メートルと起伏の少ない馬毛島において、海からの横風が強い場合に使用できるように考慮されている。元は、アメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練への利用から取得が推進された馬毛島ではあるが、同訓練は、日数的には年間でも数回、数週間と使用する期間は短いため、実効的には、自衛隊の基地としての利用が主となるとも言えそうだ。国は、全所有企業から馬毛島を購入したとはいえ全てではなく、その面積は道東の 99.6% であり、残りの 0.4% 分の約8600平方メートルは、かつての小中学校が所在した跡地で、今、なお西之表市の私有地である。この馬毛島の西之表市の私有地、0.4% 分約8600平方メートルをめぐって、一部の反対派からは、国が強制的に収容する恐れがあるとの指摘がなされており、現西之表市長は、これが打ち出されても拒絶する姿勢を示している。個人的には、この残りわずかな土地を、対国が強権を発動してまで入手しようとする可能性は、限りなく低いのではないかと思えるのだが、反対派から見れば、格好の政府批判の材料として、政治的活動に利用するつもりかもしれない。鹿児島県を、はじめとして、地方行政も、馬毛島の基地設置に動き出している中で、
反対を唱える勢力に残された犯行の糸口は、ほぼ皆無で、マゲシカの剣や、残りの私有地の剣などを引き合いに出すしか、方法がないのだろう。沖縄の石垣島の陸上自衛隊の地対艦、及び、地対空ミサイル部隊の配備や、与那国島の電子戦部隊の配備等についても、これを良しとしない反対勢力は、自衛隊の基地が設置されることで、そこが攻撃対象になるとの主張を繰り返している。実際に住民が暮らしている石垣島や与那国島では、仮に100歩譲って、その可能性を認めるとしても、実質無人島であり、馬毛島に自衛隊基地の設置ができないというのであれば、日本に新たな基地を設置できる場所は存在しないことになりかねない。